井上博久のチャールズ・ブコースキー没後20年特別企画朗読演劇、街で一番の美女、井上博久は、日本の朗読演劇家、役者、演出家、立教大学現代心理学部、映像身体学科講師、東京生まれ、1979から88年にかけて、太田省吾主催の典型劇場に所属、水の駅、小町風伝、など出演。1990年、演劇集団ユーフィールドを立ち上げ、孤独な老婦人に気をつけて、女中たち、太田省吾の世界など演出。2011年、ユーフィールド解散。2013年に南青山曼荼羅にて、街で一番の美女を皮切りに、チャールズ・ブコースキー作品のソロライブ開始。ライブを見た、作家、青野荘から、冒頭から、最後の一行まで、詩の文も会話も、すべてセリフと化してしまう、熱量のいる、このパフォーマンスは、朗読演劇という分野の正当な始まりとなるだろう、と称賛される。2014年より、チャールズ・ブコースキー没後20年特別企画、朗読演劇、街で一番の美女として3月に、下北沢 B&B で、青野荘、4月は、新宿カフェレバンデリアで、金子武史生。佐藤由美子、槍田美佐子、5月渋谷アップリンクで、中原雅也、6月代官山、ヤギに、聞くで、中川五郎、桃江メロンと共演、月に一度のペースでライブを行う。ドキュメンタリー作家、三浦純子がその姿を追っている。青野荘、冒頭から最後の一行まで、詩の文も会話も、すべてセリフと化してしまう、熱量のいる、このパフォーマンスは、朗読演劇という分野の正当な始まりとなるだろう。この成功は作者の生の経験を引き受けられる若さを通り越した役者だからこそだが、品川徹、劇団時代を共に過ごした井上博久が一人芝居をやるという。典型劇場解散後、彼はユーフィールドを立ち上げた。そばから見ているとそれは苦闘の連続のように見えた。だが、ブコースキーを演じる彼には、呪縛から解放された自由を感じた、三浦純子、井上博久という役者は言葉を喰らう。喋るのではない。喰らうのだ。言葉が体内で溶かされ、細胞となり、むくむくとうごめき出す。ブコースキーという毒を飲み込み、反芻し、喘ぎ、舞台をのたうち回る、このような瞬間を見逃してはならない。宇野国和、たとえ劇は物語ではないと、誰かが断言しようと、物語するという行為が忘れられていいわけではない。物語だけがずうずうしく生き延びて、語る行為の方が、実は忘れられている。語る行為を乱すことで、情報やスペクタクルの間で窒息しそうになっている、演劇に生気を吹き込む。井上博久の新しい冒険だ、服、アニー、中途半端なクズはいらない。ブコースキーのような、むき出しの荒野のクズに出会いたい。ここには、没後20年経った今でも、朗読劇であなたを蘇らせようとする、愛すべきパンクスがいるよ。太田省吾、青野荘、チャールズ・ブコースキー朗読演劇、チャールズ・ブコースキー没後20年、街で、一番の美女、井上博久 Facebook ヒートヘイズ、井上博久インタビュー B&B、青野荘、井上博久、CINRA.NET ブコースキー没後20年の連続企画。ありがとうございます。